御殿場市にあるアメリカ軍のキャンプ富士で隊員の新型コロナ感染が相次いだことを受けて、川勝知事は昨日の全国知事会で日米地位協定の改善を求めました。昨日全国知事会がオンラインで開かれました。川勝知事は新型コロナの感染者が53人確認された御殿場市のアメリカ軍のキャンプ富士について問題視し、軍人が直接基地へ入国する場合、日本の検疫を受けないのは誠に遺憾などと指摘しました。地元の自治体でキャンプ富士内の感染の実態が把握できないということで、まさにこれは日米地位協定による貿易上の支障であると考えております。貿易上の観点からも今こそ地位協定の抜本的改定が必要であるので。また川勝知事は米軍基地などがある都道府県の知事とともに連携してこの問題に取り組みたい考えも示しました。